バラ。バラ、バラ、複数形、バラール、バラーは、JRR トールキンの指輪物語、シルマリルの物語の世界において、ビルーバタールによって作られたアイヌアの中で一番、力持ちあるが、中津国のある世界の管理を任された、架空の神格である。トールキンの世界観から言えば上級精霊、大ミは、主要な神々に相当するものと思われる。世界。 エアが創造された時、ほとんどのアイヌアは、世界の外の地なき館にどまっていたが、目に見える姿をまとって、地上、あるに降りる者もいた。その中でも力の強い者をバラール、弱い者をマイアールという。バラールは当初、中津国中央の大きな湖に浮かぶ島に、アルマレンという国を築いた。彼らは、南北二つの巨大なによって、世界を照らしたが、 最も偉大なバラである、メルコール、モルゴス反乱を起こしたために、トーカもアルマレンも破壊されてしまった。そこで彼らは、西方大陸アマンに移り、新たに、バリノールの国を築いた。メルコールの企みがアマンをも襲うこともあったが、バラールはそれ以降も、バリノールで世界の管理を続けている。唯一かエえるイルーバタールは、世界の外にいるため、 いわゆる神々としての活動は、おおむねバラールに任されている。しかしそれらはすべてイルーバタールの意思に従ってのことで、ある。例えば、人間に定められた寿命をバラールが、独断で取り払って、永遠の命を与えることはできない。その人間が不死を求めて禁じられた、アマンの地に足を踏み入れた時は、バラールは、地上の統治権を放棄して、イルーバタールの介入を求めた。 また、バラールは、よほどのことがない限り、中津国の出来事は、当地の住人に任せる姿勢をとっている。指輪物語で、危険な一つの指輪を正方に送ってしまおうという案が出た時も、中津国に属するものを受け取ってはもらえないだろうと、ガンダルフが述べている。よほどのことに当てはまるのは、後悔者エアレンディルが、 モルゴスの暴虐からの救いを求めて現れた時で、彼に応えてバラールは、バリノールから軍勢を出撃させた。バラの女性型は、バリエ、バリ、その複数型は、バリエア、バルアーとなる。バラクエンタ中に用法が見られる。バラールのうち最も大きな力を持った八人、マンウェ、ウルモ、アウレ、オロメ、マンドス、バルダ、ヤバンナ、ニエンナを、特にアラタール、アラター ザイグゾアルトット、好意の者たち、の意と呼ぶ。彼らアラタールは彼ら以外のバラールであれ、マイアールであれ、あるいはそれ以外のエルのお使いであれ、それらを遥かに凌駕する力を持っているとされる。なおもともとは、メルコールも含めて9人であったが、メルコールは、バラールの地位を追われると同時に、アラタールとしての資格も失った。また、霊魂のつであるナーモといる者兄弟は、フェアントリ。 フェントゥーリと呼ばれる。風のマンウェ、マンウェイサラモは、アルガの支配者。バラの中でも、最高の力を持つ。海のオウルモ、ウールモ、別名グルマ、グーウルマは、水の支配者。海水だけでなく、川や、泉や雨などにも、彼の霊が通っていると言われる。ウルモは、真上に次ぐ力の持ち主で、一人身である。 バリノール建国語はあまり会議にも出席せず、アルダを見守っている。彼は人間やエルフを深く愛し、他のバラアルが生き通っている時ですら見捨てようとはしなかった。特にテレリ族には多くのことを教えている。人前に現れる時は黒い兜に銀と緑の鎖かったアビラをまとった姿を撮るが、肉体を着用することはこのまず、しばしば見えないままの状態で、岸辺やイリエをホール。 ウルモは白い貝の角笛、ウルムウリを吹き鳴らして海への憧れをかき立てるほか、水の調べの形で人々に話しかけることがある。ウルモは孤島を浮島に変え、渡し船のように動かして、エルダールを中津国からアマンへと運んだ。これが、後の、離れ島トルエレッセアである。またお告げを通じて、フィンロドには、ナルゴスロンド、ドアゴンには、コンドリンを建造するように促している。 この両王国に危機が迫った時代には、同僚死者に選んで導いた。さらにシルマリルの所持者、エルウィングが追い詰められて、海に身を投じた時には、彼女に白い鳥の姿を与えて救っている。工事にあうれ、ウレイは、工芸や貴金属の採掘や、採掘の技術を持つ。野蛮が妃である。ウルモとは同格にあたる。また、メルコールとは、能力や思考が似通っていたところから、 ライバル関係だった。アウレはアルダを作るすべての物質を支配しており、すべての陸地を形成した。当下の時代に世界を照らした二つの巨大な灯台や、太陽と月を収める容器を作ったのも彼である。ある時アウレは、イルーバタールの子らの到来を待ちわびるあまり、独自にドワーフを作り出した。しかし、イルーバタールから、文を超えた行為であること、 そしてこの種族がアウレの操り人形の息を出ないことを指摘されると涙ながらに作品をぶち壊そうとした。アウレが悔い改めたのでビルーバタールはドワーフを地上で生きる種族として受け入れた。ただし最初に目覚める種族と定められたエルフに先んじて現れることは許さず時が至るまで地下に眠らせた。このような経緯からドワーフは彼をマハル、マハールと呼んで崇めている。 アウレはエルフたちの友と言われ、彼らに、文字や、言葉、工芸、刺繍、絵画、彫刻などを教えており、特にノルドールと親しかった。オロメ、ローメイワカリュード。エルフの導き手。ネッサの兄で、バーナの配偶者。彼の名は、バラーアルゴのアローメズ、ロームズが変化したものである。オロメは、中津国の土地を愛しており、木々や獣を慈しんだ。 日本の木の時代になって、ほとんどのバラールがアマンに逃れた時も、最後まで留まっていた。その後もしばしば中津国東部の奥地に分け入っては、廃家の者や獣と共に、森で狩りをしている。大きな角笛、バラローマを携え、偉大な白銀の馬、ナハールにまたがった彼の獲物は、メルコールの放った凶暴な獣や怪物だった。オロメは、戦闘力においては、トゥルカスに劣るものの、 怒れば、彼よりも恐ろしい。ただし、ーグもウンゴリアンとの暗闇には遅れをとっている。オロメはある狩りの途中で、クイビエネンコに立ち寄り、エルフの目覚めを見出して、彼らを、星の実にエルダールと名付けた。彼はしばらくエルフたちの間で暮らし、バリノールへの報告が終わるとまたすぐに戻ってきた。メルコールが捕獲された後、三人のエルフを代表の使者としてアマンに連れてきたのも、 エルダールの西方への大いなる旅を導いたのも、皆なおろめである。彼は、特に、フェアノールの息子ケレゴルムと、親しく、後に、マロウ、ハルハロスを倒すことになる、両犬不安を彼に送っている。おろめが中津国に持ち込んだ動物は多く、中でも、白い牛は、彼の別名をとって、アラウの野牛、キネオブアーオと呼ばれた。その角から取られたのが、 指輪物語で、ボロミアが所持していた角笛である。また、ローハンの名馬メアラスの先祖も、彼が、西方から連れてきたと言われている。月の守護者である、ティリオンは、彼の直属のマイアである。本名は、ナーモ、ナーモだが、彼の住む、館の名前を取って、マンドス、マンドースと呼ばれる。審判者、本名は、イルモ、アーモだが、 彼の住む庭園の名前をとって、ローリエン、ロリアンと呼ばれる。夢と幻を司る者。マンドスの弟であり、二円なのに、配偶者にエステを持つ。彼の住むローリエンの庭園は、世界中で一番美しい場所と言われており、メリアンをはじめとする、様々なマイアールが、そこでこっていた。中津国のロスローリエンは、本来の地名から、 この庭園の名にちなんで解明されたと思われる。トゥルカス、トゥールカスは、不屈なるものを意味する、アスタロド、アスタルドの異名を持つ、ネッサの配偶者。最も体力と武勇に優れたバラであり、メルコールと戦うために、アルダにやってきた最後のバラールでもある。メルコールは彼を見て逃げ、平和な時代、アルダの春が始まった。二つの1日が経ち、 バラールがアルマレンに住み始めて後、トゥルカスは大いなる縁で熱さをめとった。彼は疲れて満足して眠り、その時にメルコールは復讐を決意した。トゥルカスはレスリングや力比べを喜んだ。武器を持たず馬にも乗らなかった。過去も未来も気にしなかったので良い相談役とは言えなかったが力強い友であった。敵を前にしても笑いを絶やさず。 恐ろしげではない。しかしすぐに起こることはなかったが、すぐに許すこともなかった。このため、メルコールの解放に反対したバラールの一人である。また、トゥルカスは請求な性格だった。エルフの覚醒の前に、他のバラールに対し、メルコールとの戦いをするように主張し、二つの木が枯れた、時にもフェアノールに対し、シルマリルを急いで返しを強いている。メルコール、 メルコはもともと、マンウェイより力を持った、バラであったが反逆し、黒き敵モルコス、モーガースと呼ばれるようになった。星々の女王バルダ、バルダは言葉で表せないほど美しく、光と喜びと共にある。彼女は、マンウェイの妻で、普段は、夫の館で暮らしており、滅多に離れることはない。バルダが側にいれば、マンウェイの視力は一層鋭くなり、 真上が側にいればバルダの聴力は一層悟くなるという。明かりを灯す者ティンタルレ、ティントルの異名を持つバルダはエア、世界の創造時に星を作り、東夏の時代の名の由来となった二つの東夏に光を灯した。だが、最大の異業は、日本の木の時代にテルペギオンの銀の炉を取って新たな星々を作り出したことである。またこの時、古い星々を集めて、 星座を形作りもしている。エルフはこの天の光の下で目覚めたため、彼らはバルダを誰よりも敬愛しており、星々の女王エレンターリー、エレンタリア、シンバールン語で、星の日を意味するエルベレス、エルバースあるいはギルソニエル、ギルスニルと呼んで称えている。この他、二本の木が枯れた後に生まれた太陽の船と、月の島に空を渡る力を与えたのもバルダである。メルコルは、 アイヌリンダレの以前から不仲であり、激しく憎まれている。果実をもたらすもの野蛮な、イバナは、大地のヒケメンターリ、ケモンテリとも呼ばれる。アウレの妻。植物を創造し、地上に、最初の種をまいたのは、彼女である。緑の服をまとった女性の姿をしているが、時に木そのものの形をとる。テルペリオンとラウレリンの二つの木を生み出したわ。 ヤバンナの歌声だった。エルダールのために、テルペリオンに似せた白の木がアラシリオンも作っている。しかし彼女の歌でも、オーグも、ウンゴリアントに破壊された二つの木を蘇らせることは、できず、月となる銀の花と太陽となる金の実を残すのが、精一杯だった。また、エントも、彼女の思いから生まれている。アウレがドワーフを作ったことを知ったヤバンナは、 彼らが、そして人間や、エルフも、植物を傷つけるようになると懸念し、真上に相談した。その時、ルーバタールの刑事が下り、やがて植物を守護する木の牧人が生まれることが、明らかになったのである。彼女は、下流土神オロメや水の王ウルモ、友ども、アマンの地にあっても中津国のことを気にかけ、メルコールの暗闇の下にある動植物たちに心を、砕いた。 それこ彼女は時折中津国を唱い、メルコールによってつけられた傷を癒し、時が来るまで彼らを眠りにつかせた。野蛮なの眠りと呼ばれるものである。これは後に月が昇天すると共に解かれる。ニエンナ、ニエンナは嘆きのバラで、彼女の涙はメルコールにより傷つけられた、アルダのすべての傷に注がれる。しかし彼女は自分のために泣くことはないという。一方で、 他のバラールにメルコールの恩赦を懇願している。彼女の嘆きを聞く者は、怜敏と忍耐を学び、マンドスの館に行こう霊魂たちは、力と英知を得るという。オローリンも、また、彼女のもとで怜敏と忍耐等を学んだ一人であった。ニエンナは一人身で、ナーモトイルモの妹にあたる。彼女の館は、アマンの西の外れにあり、窓からは、世界の果てが見える。ニエンナは、 バリノールの戸に出向くよりも近くのマンドスの館を訪れることが多い。二つの木は野蛮名が歌い、ニエンナが涙を注ぐことで誕生した。しかし彼女の涙でも故死した木を癒すことはできなかった。癒してエステ、エスとは、イルモ、ローリエンの妻。灰色の衣をまとい、大きな苦しみを持つ者に休息を送る。ローリエンの庭園の中、 ローレルリンの湖の島に今日構えている。織姫バイレイ、バイレイは、ナーアモ、マンドスの妻。マンドスの館の中で食器の前に座り、歴史や運命を織物に仕上げている。出来上がったつづれ織は、死者の家の壁にかけられ、時の終わりが訪れるまであるだの物語を伝えるので、ある。とコアカノバーナ、バナは、ヤバンナの妹、オロメの妻。 春の象徴であり、鳥と花を愛する。金色の花が咲く庭園に住んでいる。踊り子、ネッサ、ネッサは、オロめの妹、トゥルカスの妻。森を駆ける獣、特に鹿を愛する。バリノールの緑の芝の上で、休むことなく踊っているという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。